第1回は生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。このチャンネルでは香港の三面騎士的なニュースや香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日9月20日金曜日です。現在時刻7時06分です。本日最高気温32度、最低気温28度で晴れ時々曇りです。降水確率 80% と出ており、時々雨が降る可能性があります。折りたたみ傘をね、カバンの中に必ず忍ばせておいた方がいいと思います。以上天気予報でした。続きまして、香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の位置、香港ドルは18円28銭でした。続きまして、ビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時07分です。 BTCUSD の価格は5万8000トンで80ドル30セントでした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。まあというか昨日ですね、何が起きたかだけ先にちょっと伝えさせていただくと、昨日ですね、実は同じルートで今から伝えるニュースをですね、伝えながら歩いてたんですが、どうも私途中でね、操作を間違えたみたいで SD カードのデータをね、なくしてしまってね、結局編集ができなかったっていうね、そういうオチでした。今日はね、間違えないようにちょっと気をつけてやっていきたいと思います。ということで、今日ですね、ゆるっとニュースはですね、オクトパスがですね、新型カードリーダーを発売、日本進出を計画しているようです。香港のオクトパスは今年3月末、中国本土で336都市の、公共交通機関で利用できるナショナルパスカードを発売しました。そしてね、ここからですね、日本への国境を越えた決済サービスのさらなる拡張を検討しているが、具体的な内容はまだ決まっていないということを発表しました。さらにオクトパスカードはタップした時にね、特殊な音プーって音しますよね。あの音をですね、カスタマイズできる設定が追加されるということです。なんか動物の鳴き声にね、変更できたりとかできるようになるみたいですね。そういったね、自分の専用だっていうのがね、分かりやすくなる、パーソナライズしていけるような、仕組みを追加したようです。またこのオクトパスのね、ナショナルパス、これはですね、5万枚以上のカードが販売されており、最も利用者が多い、中国本土の都市はですね、深圳、広州、北京、上海となっております。またね、タイの方にもね、結構進出していて、今はですね、タイでも、オクトパスを使って支払えるお店が増えてきているようです。主には寺院への寄付や病院などの行事で利用できるようです。レストランや美容など、いろんなところでも使えるということですね。特にね、タイの方が今便利になってきているようです。あと韓国のですね、ゼロペイというところと提携していて、ゼロペイの支払い方法を使ってオクトパスで支払いをすることができるということらしいですね。コーヒーショップみたいなところが結構使えるようになっているようです。ということでね、オクトパス支払い、私たち香港のに住むね、人間だったら 100% の人間が持っていると私は思っているんですが、まあ持ってない人もちろんいるかもしれませんが、まあほぼ全員持ってるんじゃないかなと思います。むしろね、一人で2枚とか3枚とか所有してる人いると思うんですよね。それぐらいね、香港では結構どこでもオクトパスの支払いって対応していて、かなりね、便利に使えるので、オクトパスがメインの支払いカードなんていうのはね、よくあるんですが、これがね、海外で使えるようになるとね、またすごく便利だなと思いました。もちろんね、中国で使えるような特殊なオクトパスも私は一応購入しましたが、今のところね、1、2回しか使えてないんで、あんまり役に立ってはないんですけど、これね、やっぱね、かざすだけで使える、スイカと同じような感じですね、日本の。なのでね、非常に便利で、もし香港にね、頻繁に来られる方は、1枚持っておいてもいいんじゃないかなと思います。ただね、1年に1回とかね、数年に1回の方は、オクトパスカードね、所有しておくのは、確かね、使わない期間がね、1年とか2年とかあると、使えなくなってしまうことがあるので、もうそうですね、その辺も気をつけてね、私はね、半年に1回必ず行くんだとかね、3ヶ月に1回行くんだっていう人はですね、オクトパスカード所有してても、まあもうそういう人たちは所有してると思いますけどね、いいと思います。またね、中国で使えるタイプのやつは、最近私もう1枚実は買いたいってその動画を出した時に言ってるんですが、結局私今1枚しか購入できてなくて、もう1枚購入したいなと思いつつ、ちょっと今、探してるところですね。
ということでね、オクトパス結構ね、調子いいみたいなので、Google でもね、Google Pay で使えるようになったので、まあ非常に便利になってきているオクトパスですが、もしね、香港に興味ある方はぜひオクトパス、登録してみるのもいいのかなと思いました。ということで本日のニュース以上です。このチャンネルでは香港の三面歴史的なニュースや香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価でもいただけるとすごく嬉しいです。ということでね、今日はもう金曜日ということで、今週最後の一日、頑張って過ごしましょう。ということで本日はここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。チョイキン、またね。バイバーイ。